美梅軽京弁鉄道、美梅町三菱工業所、美梅丹山駅美梅鉄道線は、北海道美梅市の美梅駅から三菱美梅炭鉱の事業所が存在した時和大駅間を結んでいた、三菱工業運営の鉄道路線である。1972年に廃止された、4110系タンク機関車の活躍する路線として、鉄道ファンの間で有名だった美梅鉄道は、 石狩石炭株式会社が1906年に不設免許を取得した石炭輸送のための専用鉄道が前身である。この専用鉄道はビバイ沼海間に計画され、1908年夏頃には路盤工事を終えていたが、諸般の事情により石狩石炭は沿線の工区の多くを失ったことから工事は中断。さらに1911年の洪水で、 ロバンや石垣の多くが流出する被害を受け、そのまま、春工期限を迎えた。その後、石狩石炭は残った航区を開発するために再度、専用鉄道敷設願いを提出するが、沿線の有力航区の所有者となった、飯田信太郎や、山林や、共同牧場の所有者である、桜井良ほ他数名が、石狩石炭の占有を恐れて、 区間に軽便鉄道不設免許を申請したこのため、セリガンする形となった石狩石炭は新たに、軽便鉄道不設免許を申請し、1913年に、これを取得した。これは、先の専用鉄道を改良の上完成して、旅客、貨物運輸に使用するもので、当初は運転管理を鉄道省に委託する計画であったが、開業間近になって、 鉄道省より7000重形状機機関車、三等客車、貨車等の払い下げを受けられたことから、自社での運転管理に変更した。1914年11月5日に、美バ駅の馬海駅間の一般運輸営業を開始した。ところが、石狩石炭は、開業翌年の1915年8月31日付で、美バ軽弁鉄道の施設、車両、 用地等すべてと所有する航区の一部を手放し、美バ炭鉱を所有する、飯田信太郎に売却した。さらに、約1ヶ月後に、飯田は、三菱合司会社が9月29日に設立した、美バ鉄道株式会社に、鉄道の一切を売却、10月11日より、美バ鉄道としての営業が始まった。さらに、炭鉱の多く部開発の進展に伴って、 三菱工業が使用していた美梅丹炭北2の沢間の専用鉄道を1924年に買収して地方鉄道に変更。このうちビバイ炭駅北1の沢駅間の保安設備等を改良して一般運輸営業を開始した。北1の沢から北2の沢間については休行中の2の沢港の 再開口まで設備を改良せずに未開業としたが、結局再開の目途が立たず、1937年に企業廃止となった。太平洋戦争後の1950年、三菱工業は企業再建整備法に基づく整備計画によって、金属鉱山部門を分離して太平工業とした上、残る炭鉱部門の効率化を図ることになり、 同社備売工業所と不可分の備売鉄道を吸収して三菱工業備売鉄道事務所とした。炭鉱の流星により輸送量も増加したが、1955年に石炭工業合理化臨時措置法が施行されると閉山や合理化が始まった。三菱工業備売工業所も縮小、合理化が進められ、1965年には備売対抗株式会社として、 三菱工業より分離した。さらに、二度にわたる災害に見舞われた、時はこうを1970年7月に閉鎖し、縦工のみの単独創業となったことから経営が悪化。事業の効率化のため1971年7月に、同資本系列の三菱大夕張炭鉱に、九州合併して、同社美売工業所となったが、翌1972年4月には閉山。 美バ鉄道線も5月31日限りで廃止された。美バ鉄道は当初1873年製の7010軽機関車をはじめとする鉄道省払い下げの中古車両で運輸を開始したが輸送量の増加に伴って国鉄4110型や9600型と同型の蒸気機関車を自社発注し国鉄払い下げの9200型などと共に使用した。 旅客についても1935年に、反抗性・ボギー客車を新造し、輸送力増強に努めた。同志本系列の三菱大夕張鉄道と共に、戦後も、ずっと蒸気機関車牽員の混合列車であったが、1965年に、国鉄機動車の払い下げを受け、朝夕の一往復の混合列車を残して、客下分離を行った。 炭鉱の経営が悪化した1970年には、機動車を廃止して、朝夕一往復の混合列車に逆戻りし、昼間の旅客輸送は、同車バスに切り替えた。なお、鉄道廃止後に専業となったバス部門も、その後に、幾多の変遷を経て2002年に廃業した。1965年に、機動車を導入し、客下分離を図った。1967年時点で、 旅客列車は5往復であったが、配線時は今後1往復となった。他に数本の貨物列車があった。最盛期でも旅客列車は7往復と2から3往復の区間列車しかなく、これは石炭輸送をしていた貨物を優先していたためで、一方並行するバス路線は道路の整備とともに充実し、最大89往復運行していた。運賃は、 廃線直前の1971年から1972年、当時、美梅駅美梅丹炭駅間で、大人50円、子供25円。美梅駅東美梅信号所、東名駅板の沢駅和レジ駅美梅、丹炭駅時和田駅美梅市郷土資料館において、特別展、美梅鉄道の60年が2021年2月5日から4月11日、開催された。 ありがとうございます。